筆画を描いてる時は一人一人の子どもたちに向き合って描いていたつもりです。その時間を大事にしてきて出来上がってよかったなと思っております。私は駒場中学校が笑顔いっぱいの学校であったらいいなと思い、ことあるごとに皆さんにお話してきました。すると皆さんはたくさんの笑顔を示してくれました。私はそのお返しに卒業生一人一人の笑顔を鉛筆画にしてプレゼントすることにしました。よろしかったらもらっていってください。限りなく青い空に心震わせ、いいんだよ、私もね、はい、すごい記念になるのですごい嬉しいです。なかなかこういう風に書いてくださることないので、はい、嬉しいですね。こういうことは絶対ないので、すごくありがたいですね。素晴らしいことだと思います。優しい顔に、可愛くね、優しい顔にそっくりだね。子供の部屋に飾っておきます。もうちょっとイケメンに描いてほしかったですね。めっちゃ上手です。似てます。いや、すごいと思います。なんか思った以上に可愛く作ってもらってて、親子並んで嬉しそうにこうね、持って帰ってくれている姿を見て、本当に描いてよかったなと思います。辛い時とか悩んだ時にこの笑顔をね、見てほしいという親御さんが言ってくれましたけど、私も同じ気持ちです。明るく笑顔で過ごせるように、言って言ってくれればなと思っております。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。